どうも、林切りざめサメ社会学者リッキーです。今回の動画は総集編です。過去にアップしたシャークアタック及びシャークアタックだと騒がれていたが実は違っていたという事故事件の動画まとめになっています。構成としては各動画に一部編集を加えたまとめ動画が流れて、その後全体を通してサメの事故を防ぐためにどんな対策ができるのか、そしてサメの事故を考える上で何が重要なのかという総括みたいな解説をさせていただきます。注意点ですが、この動画は最終的にサメの事故を減らしてサメと人が共存することを目的にしているので、過剰にサメの危険性を煽ったり生物多様性保全を軽視するコメントはご遠慮ください。あと最初の方の動画が実写でしかもすっごい早口なんで、最近僕の動画見始めた方はいろいろと面食らう気がしますが、ご了承ください。それでは本編どうぞ。実はかつて2週間の間に5人もの人がサメに襲われて4人が死亡、1人が大怪我を負うという恐ろしい事件が起きていたんです。今回はジョーズのモデルにもなったとされるニュージャージーサメ襲撃事件を解説していきます。事件が起きたのは1916年アメリカニュージャージー州です。夏の暑い日が続き、他の州の人々も海沿いのリゾート地に押し寄せていました。最初の事件が起きたのは7月1日、ヘイブンビーチという場所です。犠牲者はワンちゃんと一緒に遊んでいたチャールズ・バンサントという20代の男性でした。バンサントはビーチから海に入って泳いでいた時にサメに足を噛まれてしまいます。叫び声を聞いた人たちは最初ワンちゃんに向かって叫んでいるのだと思いましたが、すぐに異変に気づき、2人のライフガードが救出に向かいました。ファンさんとはライフガードに助け出されましたが、左太ももの肉をかなりえぐり取られていて、病院に運ばれるの前に担ぎ込まれたホテルで亡くなりました。これが米国東海岸に記録された最初のシャークアタックでした。しかしこの襲撃がサメによるものなのか、当時の人々の間では意見は割れていて、新聞では魚に殺されたと表現をぼかす記事もありました。また科学者の中にはサメの襲撃である可能性は非常に低いと強調する人もいたそうです。現代でこんな事件がもし起きたら、何の根拠もなくサメだと決めつける人がむしろ多いと思いますけども、当時はサメが人を襲う、しかも海水浴場にわざわざ来るっていうイメージが多分あまりなかったようで、この事件は最初一般の人たちの間でもそんなに騒ぎにならなかったようです。そんな事情もあってか、ニュージャージー州のビーチはこの事件が起きた後も特に閉鎖や対策がされることはなくて普通に開かれていました。しかしここで第二の事件が起きてしまいます。2回目の襲撃は7月6日、最初の事件があったヘイブンビーチから約72キロほど北に離れたスプリングレイクの海岸で発生しました。犠牲者はホテル従業員のチャールズ・ブルーデンという方で、休憩時間中に海で泳ごうとビーチに向かいました。ブルーデンは120メートルほど岸から離れて泳いでいるところをサメに襲われてしまいます。あたりに叫び声が響いて水が真っ赤に染まったそうです。異変に気づいたライフガードがボートを出して急いで救出に向かい、水面に浮かんでいるブルーデンを引き上げますが、彼の両足は膝から下が噛みちぎられていました。ブルーデンは岸にたどり着く前に出血作用で亡くなってしまいます。1回目の襲撃と異なり、今回は新聞がより大きく果てに取り上げ、サメの襲撃が一気に話題になりました。センセーショナルに報道されたこともあって、ニュージャージー州は観光客が激減し、観光産業が大きな経済的な損失を被ることになりました。サメの襲撃が起きてもビーチが開かれた挙句にもう一人犠牲者が出てしまう、そしてメディアがそれを取り上げてパニックが起きる、もうこの流れが完全に上手ですよね。この2日目の襲撃を受けて7月8日に科学者による記者会見が開かれました。出席した3人の科学者は、サメが人を襲うこと自体が驚くべきことであり、第3の襲撃が起こることはないだろうと述べながらも、岸に近いところで泳ぐことやビーチにネットを設置して警戒することを推奨しました。これがもし映画とかだったら、科学者はこの時間違っていて、またサメの襲撃があるって決めつけていた主人公が正しいって後でなる展開だと思うんですけれども、当時サメの襲撃っていうのは前代未聞でよく分かっていないことも多かったと思いますし、現代でもサメによる襲撃っていうのは稀だとされているので、この時の見解はおそらく真っ当なものだったと思います。ただし今回の実際の事件ではさらなる襲撃が起きてしまいます。しかもそれは海ではなくて川で起こりました。7月12日、第二の事件現場からさらに 42km ほど北のマタワン川で地元の子供たちが遊んでいました。泳いで遊んでいた彼らは黒っぽい板のようなものを見つけます。最初は古い木の板が浮いているのかと思いましたが、すぐにそれがサメの背びれだと分かりました。少年たちは急いで川から上がりますが、この時にレスター・ステルベルという11歳の少年が川の中に引きずり込まれてしまいます。別の子供たちが町に大人たちを呼びに行き、大人たちは川でレスター少年を探します。この時探していたうちの一人であるワタソン・フィッシャーという青年がサメに足を噛まれて重傷を負ってしまいます。フィッシャーは助け出され病院に連れて行かれますが、出血がひどくて亡くなってしまいました。さらにフィッシャーが襲われてから約30分後、先ほどの襲撃を知らず別の場所で泳いでいたジョゼフ・ダンという少年がサメに襲われます。
この時彼は左足を噛まれてしまいますが、別の少年たちが一緒だったため彼らに助け出され一命は取り留めました。ここまで襲撃が連続したので、マタワン川やその周辺はパニック状態になります。ビーチは閉鎖され、漁師たちは小さいものも含めてサメをとにかく捕まえて、マタワン川に発砲したりダイナマイトを投げ込む人もいました。現代の基準で言えばサメ対策っていうよりも、いたずらに川とか海の生態系をめちゃめちゃにしてるだけっていう風に感じますけれども、まあ、それだけパニックだったっていうことだと思います。そしてそれから2日後の7月14日、剥製製作者のマイケル・シュレイサーがマタワン川近くの海で 2.3 メートルほどのホオジロザメを捕獲しました。この小さめのホオジロザメの胃の中から人間の骨が見つかり、このサメが一連の事件の犯人ではという疑惑が浮上します。この骨が本当に先ほど紹介した犠牲者のうちの誰かの骨だったのか、そもそもこのサメだけが全員を襲撃したのか、はっきりしたことは判明しませんでしたが、このサメの捕獲以降新たな犠牲者が出なかったため、このホオジロザメが犯人だったとして、ニュージャージーサメ襲撃事件は幕を下ろしました。この事件に残された謎というのが、本当に捕まったホオジロザメが一連の事件の犯人かどうかということです。この謎を考える上で重要なのは、マタワン川で起きた襲撃です。川、つまり淡水域に入ってくることができるサメというのは非常に限られていて、ホオジロザメは基本できないとされています。ここで詳細は省きますが、海水と淡水では浸透圧が大きく異なるため、ごく一部の限られた魚しか行き来することはできないんです。淡水で生活することができ、なおかつ人のように大きな獲物を襲うサメとしてはオオメジロザメが知られています。ホオジロザメやイタチザメと並ぶ危険なサメとして知られていて、ミシシッピ川やニカラグア湖などの淡水域にも現れます。僕も前に沖縄の河川でオオメジロザメの幼児が泳いでいるのを観察しました。こうした知識をもとにして改めて考えてみると、少なくともマタワン川で起きた襲撃というのはホオジロザメではなくてオオメジロザメによるものだったと考えられます。ただし、オオメジロザメ以外のサメが一切川に入ってこれないかってなると、またちょっと話は変わってきます。詳しく調べてみないと何とも言えないですが、川の塩類濃度や水温などある一定の条件が合えば、本来海でしか生きられないはずのサメが川に入ってくるということは十分に考えられます。なので、川でサメに人が襲われたイコールオオメジロザメと断定するにはちょっと証拠不十分です。さらに謎を付け加えるのであれば、そもそも1尾のサメが連続して人を襲ったのかというのが疑問です。確かにサンケベツのヒグマやチャンパーワットのベンガルトラなど、何かの原因で動物が人間を連続して襲った事例はありましたが、サメでこうしたことが起きるのか、起きるとすれば原因は何なのか、よく分かっていません。事件がかなり昔に起こったこともあって、今になって真相を確かめるというのは難しいですけれども、おそらく大量に押し寄せた観光客、そして海洋環境の変化など何かしらの要因が重なり合ったことによって、複数の大型のサメがたまたま偶然人を連続して襲ったというのが一番真実に近い気がします。僕より年上の方だったらリアルタイムでニュース見てた方もいるかもしれないんですけども、かつてサメの襲撃とか捕獲が連続して日本でジョーズみたいなパニックが起きたことがあったんですね。今回はその日本で実際に起きたシャークアタックについて解説をしていきます。1992年3月8日、愛媛県松山沖で悲劇が起きました。被害者の A さんは潜水漁師として平揚げ漁を行っていました。タイラギというのはサデイドコに生息する大きな二枚貝で、近年では漁獲が大幅に減ってしまいましたが、かつてはかなりの利益を上げていた重要な食用種でした。このタイラギ漁はヘルメット式の潜水服を着て作業を行います。潜水服はスキューバダイビングのように空気タンクを背負うのではなく、通信ケーブル、エアホース、救助用ロープが船から繋がっている仕様です。ダイビングをする時のように空気の残圧を気にする必要はないと思いますけれども、ヘルメットからの視界がかなり狭く、当時は砂も舞っていたはずなので、サメが近づいても気づかないような状況でした。事故が起きたのは午後3時20分頃、作業していた A さんとつながっていた通信ケーブルから上げてくれという声が聞こえ、その後ガガガという音とともに通信が途絶えました。船上の乗組員たちがすぐに引き上げようとしましたが、いつもなら人の手で簡単に上がるはずのロープがびくともしなかったそうです。しばらく引っ張った後に急に軽くなったので慌てて引き上げると、救助ロープと通信ケーブルは切断されていました。繋がっていたエアホースを引っ張って潜水服を引き上げると、大きく切り裂かれた潜水服と傷ついたヘルメットしか残っていませんでした。あたりに A さんは見当たらず、 A さんは行方不明になってしまいました。ニュージャージーサメ襲撃事件の動画を見た方だったらわかると思うんですけども、実際人食いサメっていう言葉とは違って、サメに噛まれるっていう事故の方が多いんですね。要はサメ映画みたいにサメにガーッと襲われて跡形もなく全部食べられてしまうっていうケースはあまりないです。
しかし今回の松山沖の事故の場合、潜水服を残して A さんは跡形もなく消えてしまいました。同業者が襲われたこともあってか、現地の漁師さんたちによって A さんの捜索とサメの捕獲作業が始まりましたが、被害者もサメも一向に見つかりませんでした。この事故は人食いザメに戦々恐々、瀬戸内を覆うジョーズの恐怖など過激な見出しでマスコミに報じられ、周辺の漁業やダイビング業界にも大きな影響が出たそうです。被害者も犯人も一向に見つからず、不安と混乱が大きくなっていたため、この件はサメの専門家によって改めて調査されることになりました。そもそも襲ったのはサメなのか、サメだとしたら種類は何か、どのぐらいの大きさだったのか、当時の海の状況や残された潜水服などから再度調べられることになったんです。潜水服は右頭部を大きく切り裂かれてズタズタになっていました。肩のあたりにも切り傷があり、金属部分にも何かが貫いたような穴が開いていました。かなり大型の生物に激しく攻撃されたことがうかがえます。次に切り裂かれたケーブルの断面や潜水服の片手に細かい筋のようなものが見られました。さらに潜水服から米粒のような小さな歯の破片が見つかりました。この破片の縁がノコギリのようになっており、襲った生物は鋸歯、つまり肉を切り裂くのに適したギザギザした歯を持っていることがわかります。人間を襲う危険性がある大きな海の生物としてシャチも候補に上がりますけども、彼らは鋸歯状の歯を持っていません。歯の破片からしてもサメの襲撃である可能性は非常に濃厚でした。そして潜水服に残った傷跡からして、サメの口の大きさは約40センチ、全長は5メートル前後と推定されます。ここまでの情報を整理すると、 A さんを襲ったのは鋸歯状の歯を持つ全長5メートル前後のかなり大型のサメです。この条件に当てはまりそうなサメはホウジロザメとイタチザメくらいですが、ここで問題になるのが水温です。事故当時の海底の水温はだいたい12度前後でした。イタチザメは青森県以南の日本各地に生息していますけれども、比較的暖かい水温を好むサメであり、この水温は冷たすぎます。一方でホウジロザメは起毛という機能を使って周りの水温よりも体温を高く保つことができ、水温10度程度でも現れることがあります。こうしたことから今回の事故は全長5メートル前後の大型のホウジロザメによるものだと断定できました。1992年5月22日、兵庫県の播磨で大きなホウジロザメが漁獲されました。漁獲時の透明度は約8メートル、水温は 14.7 度で、サメは網で引き上げられた時点ですでに死亡していました。このホウジロザメを詳しく調べたところ、全長 4.9 メートル、体重 1.1 トンで、オスのホウジロザメとしてはかなり大型であることが分かりました。ちなみに解剖の結果、胃はほとんど空っぽだったそうです。このホウジロザメが先ほどの事故と関連しているのか一切は不明でしたが、場所もそこまで離れておらず、日数もあまり経っていなかったので、この捕獲も先ほどの事故同様新聞によって報じられ、一部ではこのサメが犯人だとする憶測も流れました。松山の事故から3ヶ月経った6月17日、ちょうどこの日は松山での事故をきっかけに結成されていた愛媛県サメ対策本部が解散した翌日でした。松山から南西に60キロほど離れた伊方町沖で、漁師である B さんがアジ釣りのために長さ5メートル程度の木造船で沖に出て釣りの準備をしていました。その時にドーンという音とともに、船と同じぐらい大きなサメが船首にぶつかってきました。さらにサメは大きな口を開けて船に乗り上げるように襲いかかってきて、船に噛みつくなど必要に攻撃してきたそうです。 B さんは船にあった道具で必死にサメを叩いたりつついたりして攻撃し、どうにかサメを撃退しました。幸いにも B さんは噛まれたりすることはなかったですが、凄まじい恐怖を味わったらしく、後にサメの研究者である中谷先生が取材しようとしたところ、もうあんな恐ろしいことは思い出したくないのでお話できませんと断られてしまったそうです。なお、噛まれたという船の右舷にはたくさんの切り傷が残っており、船底にはサメの歯が突き刺さっていました。調査の結果、この歯はホウジロザメの科学誌下顎の歯であることが判明し、その歯の大きさからこの船を襲った犯人も全長5メートル前後の巨大なホウジロザメであったと結論付けられました。サメに人が襲われるというのは世間で思われているよりもかなり低い頻度で起こっており、まして死亡者が出るというのはかなり稀な事例です。今回の事件や今に至るまでのメディア、そして世間でサメ全体を凶暴な人食いマシンのように扱っているのは相当な誇張偏見だと言えます。しかし今回のような悲劇が起こってしまったこともまた事実です。ここでは今回の事故に絡めながら、どうすればサメに襲われないかという対策をお話ししていきたいと思います。対策1、大きなサメが複数回現れた場所や一度人がサメに襲われた場所を避ける。今回の松山沖の事故の少し前、実は1月と2月に大きなサメが漁師さんによって目撃されています。このサメの具体的な種や大きさというのは不明でしたが、潜水服を着て作業をしていた漁師さんの周りをサメはぐるぐると回っていたそうです。この時漁師さんは急いで浮上して船に上がったことで事なきを得ました。日本では今回取り上げた事故以外にも渥美半島や宮古島でサメによる襲撃が起きていますが、これらの事故の発生前にも大型のサメが目撃されたり、短い期間で事故が連続して起こったりしています。
特定のサメが連続して人を襲うような状態になってしまっているのか、それともたまたま海の環境などがそうさせてしまったのか、詳しい理由は不明ですが、一度事故が起きてしまった海域、あるいは大きなサメが目撃された海域ではしばらく潜らない方がいいかもしれません。もし仕事などでどうしても潜らなければいけない場合も、何かしら対策を取った方がいいと思います。ちなみにここで言う大きいサメの定義ですが、だいたい 2.8 から3メートル前後のサメだと思ってください。人を襲って大怪我をさせるようなサメはだいたい3メートル前後とされています。今回の事故の犯人とされるホウジロザメも3メートルを超えるあたりから海棲哺乳類など大型の獲物を食べる割合が高くなるので、3メートル以上のサメを見つけた時は特に注意です。対策に、サメを刺激するような音や匂いは出さない。事故発生当時の透明度に関する資料がちょっと見つからなかったんですけども、タイラギ漁っていうのは砂の中に潜んでいる貝をこう掘り起こすような感じで捕まえていく作業なので、おそらく当時は砂が舞っていてかなり透明度が悪かったと思います。よく人を襲うとされるホウジロザメ、イタチザメ、オオメジロザメ、これらのサメは必ずしも人に出会ったら襲うというわけではありません。現にこうしたサメと一緒に泳ぐダイビングツアーもあるぐらいです。しかし彼らがこちらの姿をウミガメやアザラシなど普段彼らが食べている獲物と勘違いしてしまった場合、そしてこちらが低周波の音や動物の匂いなどを出して彼らを刺激してしまった場合、襲ってくる可能性があります。特に砂が舞っていて透明度が悪かった場合、サメがこちらを獲物と勘違いして襲ってくるかもしれません。これが本当に襲撃の理由かは分かりませんが、現に透明度の悪い場所でホウジロザメに襲われるという事故は他にも日本で起きています。まあ、タイラギ漁のように生活がかかった漁業活動とかだったらしょうがないところはあると思うんですけれども、僕らが普段ダイビングをするような時はサメを不用意に刺激する、例えば魚を傷つけるとか変に暴れたりとか、そういった行動はしないように注意しましょう。対策さん、春先のダイビングは要注意かも。ホウジロザメは未だに謎が多いサメですが、妊娠した大型個体が日本沿岸に来ることがあり、その時期がだいたい3月から5月くらいだとされています。ホウジロザメは沖縄周辺では2月から3月に、九州より北では4月から5月にそれぞれの沿岸域で出産すると推定されています。もしこれが彼らの決まった回遊パターンだとすれば、春先は大型のホウジロザメと出会いやすい時期と言えます。現にホウジロザメによるものとされる松山沖、そして後に起こる渥美半島沖での事故は3月から4月に起きており、同じ時期に沿岸の定置網で大型のホウジロザメや妊娠個体が漁獲されています。ホウジロザメの繁殖についてはまだ分かっていないことがかなりあるので、はっきりしたことは言えませんが、まあ、用心にすることに越したことはないと思います。例えば大きなサメに気をつける、一人で潜ったりしない、サメを刺激するような行動はしない、これらの行動はいつ潜る時も重要ですが、春先は特に徹底した方がいいのかもしれません。先日非常にショッキングなニュースが報じられ、その内容が少なからずサメに関連するものであったため、ちょっと緊急で動画を撮影しております。編集が最低限になること、そしてこの動画が7月10日時点で確認できた情報を元にしていることをあらかじめご了承ください。早速ですが、今回のテーマになるニュースがこちらです。遊戯王の作者急死、サメによる損傷か。7月7日午前、沖縄県名護市の沖合で男性の遺体が浮かんでいるのが発見されました。その後の調査により、遺体の身元が人気漫画遊戯王の作者である高橋和樹さんだと確認されました。遺体にはサメとおぼしき海洋生物による損傷があると報じられ、高橋さんの死を悼む声に紛れ、サメの仕業なのか、怖すぎるなどの意見もネットで見られる状況です。おそらく現在も捜査が進行中の事案なので、発信は慎重にすべきだと思いますが、遊戯王とともに少年時代を過ごしたサメ好きとして、どうしてもいろいろ言いたいことがあったので、今回動画を作ることにしました。今回のニュースについて、遺体の身元が遊戯王の作者である高橋さんだったことに加え、サメに襲われたのかもしれないということも話題になりました。本件を報道する複数の記事において、腹部や下半身にサメとおぼしき海洋生物による損傷があるという消防の見解、そして遺体を発見した人のあれはサメに違いないという発言が紹介されています。中には先月河川や干潟にオオメジロザメが現れたニュースと絡めて、もはやサメが犯人だと言わんばかりの記事も見受けられました。僕は実際に遺体を見ていないですし、当局も調査中だとは思いますが、ここからは沖縄に生息するサメについて解説しながら、僕なりの現時点での見解を述べていきます。まず今回起きた出来事の概要を改めて確認しておきます。7月6日の午前10時半頃、沖縄県名護市の岸から約300メートル沖合にて、マリンレジャーの関係者がうつ伏せで漂流している男性を発見。海上保安庁緊急通報用の番号である118番に通報します。
この時は身元がすぐに分からなかったそうですが、同じく6日の夜、レンタカー会社が高橋さんと連絡が取れないと沖縄県警に相談しています。そして翌日7日までに行われた調査で、遺体が高橋さんのものだと確認されています。そのレンタカーですが、現場から南西に約12キロ離れた女村の海岸近くに止められていました。また遺体はシュノーケルやフィンを身につけており、はっきりとした経緯は分かりませんが、おそらく自らの意思でかつ一人で海に泳ぎに行ったものと思われます。そして戦術の通りサメに襲われたような損傷があったと報じられたことで、ネットでは高橋さんはサメに襲われたのではという憶測が流れています。今回高橋さんが発見された沖縄近海に危険な大型種が生息していることは確かです。世界で起こっているシャークアタックのほとんどはホオジロザメ、イタチザメ、オオメジロザメによって起きていますが、沖縄近海にはこのうち2種、イタチザメとオオメジロザメがよく目撃されています。つい先日の動画でも触れましたが、この2種は統計上襲われた際の死亡率がホオジロザメより高いです。特にオオメジロザメは攻撃性が高いことや、他の2種に比べて同定が難しいことから、世界で最も危険なサメ、断定されたケースが少ないだけで、おそらく最も多くの人の命を奪っているサメという専門家もいます。ちなみにホオジロザメも沖縄近海に生息していますが、水温が低い深みを泳いでいることが多いようです。ダイビング中にホオジロザメが現れた事例も一応ありますが、沿岸で目撃される事例というのは少ないはずです。オオメジロザメは危険なサメであるのと同じくらい、淡水でも生きられる数少ないサメとしても有名です。そして今回の高橋さんの一件が起きる少し前の6月、人食いザメが住宅近くの川や干潟にという見出しのニュースが報じられ、市街地の川を泳ぐオオメジロザメやマンコの干潟でオオメジロザメとおぼしき死骸が見つかったことが紹介されていました。一部のメディアはこうしたニュースと高橋さんの件を絡め、危険なサメが増えていると匂わせるような報道を行っています。果たして高橋さんは本当にサメに襲われたのか、これについては現状一般に公開されている情報だけでははっきりわからないから、勝手に決めつけるべきではないというのが僕の意見です。まあ、もやもやするかもしれませんが、皆さんもそれぐらいの結論で留めておいた方がいいと思います。まず先に紹介したオオメジロザメのニュースですが、オオメジロザメが沖縄の川を登ってくるのは毎年の恒例行事です。ここ最近はコロナの影響で行けていなかったんですが、以前は毎年ちょうど6月末から7月初旬くらいの時期に沖縄のオオメジロザメの観察会に参加していました。天候や他の生物などの要因で遭遇回数や観察のしやすさが変わることはありましたが、一匹も見られないという年は今までありませんでした。今年のニュースではマンコの干潟で見つかったのが初めてだとして話題になったそうですが、僕が毎年オオメジロザメを見ていた場所からマンコはそこまで大きく離れていないので、今まで確認されなかっただけで昔からいたんだと思います。こうしたことからも分かる通り、オオメジロザメが沖縄の川に現れるのは普通のことであり、異常事態でも何でもないです。しかしサメの危険性を安易に煽りたいいい加減なメディアが適当な話を流しています。例えば沖縄の消防関係者とかいう人の言葉として、気温が高いせいで普段出てこないような場所にまでサメが出ています、用水路や川にまで出てきて地元住民の間でも話題になっていたんですとか紹介してる記事があったんですけど、あなた本当に関係者ですか？ちゃんと沖縄住んでますってなりました。一番ね、頭悪いなって思ったのが、某動物ジャーナリストとかいう人が、昔はサメの被害や目撃情報は沖縄でしかなかったが、最近では茨城や千葉、神奈川でもサメが出るようになったとか話していて、お前は何を言ってるんだってなりましたね。本当にどこの世界線のジャーナリストなんでしょうね。そもそも遺体にあった傷は本当にサメによるものか、サメだとするならその根拠は何かなどの情報が出てきていないので、サメが噛みついたかどうかすら怪しいです。確かに高橋さんが見つかった場所の付近にはカマストガリザメがよく見られるという話も聞きますが、仮にサメによる噛み跡だったとしても、それが致命傷になったとは限りません。他の原因により死亡、あるいは衰弱しきっていた状態でサメがかぶりついたという可能性もあります。特にイタチザメは人間の水死体だけでなく、家畜やペット、廃棄物などあらゆるものを食べてしまう悪食として有名です。現在の科学調査において長時間海水に浸かった遺体の傷が生前についたものかどうなのかというのをどこまではっきりと分析できるかは分かりませんが、パニックになる、流されて戻れなくなる、あるいは有毒生物の被害を受けるなどした高橋さんにサメが噛みついただけという可能性も十分に考えられます。
はい、ここまでのご視聴ありがとうございます。ちょっとこの高橋先生の死亡事故について補足をさせてください。こちらの動画を投稿したすぐ後にメディアから新たな報道がありまして、高橋先生の死因は司法解剖によって溺死と判明しました。まあ、やはりサメによる死亡事故ではなかったようです。そして高橋先生が溺れてしまった経緯について、恩納村の海岸で溺れていた少女の救助活動に加わっていたということが明らかになりました。この部分だけ動画内容に盛り込めなかったので一応補足させていただきました。では続きをどうぞ。シュモクザメが危険な人食いザメだと言い張る人が根拠に使うある事故があります。それが天草女子中学生サメ襲撃事故です。初めて聞いた方のために事故の概要を紹介します。1982年8月29日午後1時40分頃、熊本県天草郡沖合で地元の会社員 A さんは家族と一緒にヨット遊びをしていました。当時13歳だった長女 B さんと弟2人が泳ぎたいと言い出したので、 A さんは彼女たちに救命胴衣を着せ、船尾に結んだロープとつないでヨットで引っ張っていました。そうして30分ほど経った頃、 B さんがお父さん引っ張ってと声を上げた直後、突然 B さんは海の中に沈んでしまいました。 A さんはすぐに B さんを引き上げましたが、 B さんは胸の下半分から下腹部にかけて肉がちぎられ、ほとんど即死状態だったそうです。傷口は鋭利な刃物で切り取られたようになっており、その後がシュモクザメの歯型に似ていたことから、 B さんを死に追いやったのは大型のシュモクザメ類ではないかとされています。以上が天草女子中学生サメ襲撃事故の概要です。シュモクザメが人食いザメだと言い張る人はほぼ必ずと言っていいほどこの事故に言及するんですが、正直この事故シュモクザメによるものではないと僕は思っています。まあ、今からその根拠というか気になる点を3つ取り上げていきます。まず、シュモクザメの口で女子中学生の肉を一瞬で大きくえぐり取れるかが疑問です。被害者は当時13歳だったそうですが、仮に平均的な体型だったとすると、身長約155センチ、ウエストは43から49センチ、肩幅は35センチ前後だったと推定できます。一方で、シュモクザメの口は先ほど述べた通り小さいです。3メートル近い大型のシュモクザメの標本を見たことがありますが、僕の腕がギリギリ2本入るかどうかという広さでした。厳密な分析をしたわけではないですが、こうした数値とか感覚値っていうものを元に考えると、今回の事故がシュモクザメによるものだという説は非常に疑わしいです。例えば大怪我を負わされてしまい病院に運ぶのが遅れて失血死したならまだわかりますが、即死させるほど大きく下腹部を噛みちぎられたとしたら、シュモクザメを犯人とするにはかなり無理があると思います。ここまで聞いて全長6メートルを超える平シュモクザメならあり得るんじゃないかと思った人もいるかもしれません。確かに平シュモクザメは小型のサメ類を襲うこともあり、そう考えたくなる人の気持ちもわからなくはないです。しかし日本近海での平シュモクザメの確認事例は非常に少なく、そもそもいるかどうかすらちょっと怪しいです。一応1953年に鹿児島の魚市場に出荷されたシュモクザメ類約7000尾のうち 2% が平シュモクザメだったという論文があるので、大体どの図鑑にも日本にいることになっています。ただ目撃したダイバーや漁獲したという漁師の話をほとんど聞かないんで、回遊の途中にたまたま現れるだけか、もしくは個体数が激減してしまっていると思われます。仮に平シュモクザメが日本にいるとしても、6メートルというのは記録された中で最大というだけです。専門家によれば、ほとんどが480センチ以下で、5メートルを超えることは非常に珍しいそうです。日本近海にいないと断言することはできませんが、たまたま平シュモクザメの超大型個体に遭遇し、たまたま襲われるという確率は、おそらく空からホオジロザメが降ってくる確率といい勝負だと思います。そもそも今回の事故ですが、どうもサメの専門家による科学的な分析がされていないようです。一般人の感覚では、サメがいる海で人が引き裂かれた、これは人食いザメの仕業だって終わりだと思いますが、それはサメ映画だけの話であり、実際にはもっと詳細に調べる必要があります。以前に解説した松山の事故では、残された歯のかけら、傷の大きさ、当時の水温などの根拠をもとにホオジロザメに襲われたと結論付けられ、その内容も論文として公表されています。しかし天草の事故については専門家による分析結果などが見つかりませんでした。またネットに上がっている事故の記事も情報が錯綜していて、髪跡がシュモクザメに似ていたからシュモクザメが犯人とされたという話や、近海でシュモクザメの目撃があったからシュモクザメ犯人説が浮上したなど曖昧なところが多いです。
そもそも傷口がシュモクザメの歯型に似ていたということですが、赤、白、ヒラ、それぞれ歯の形が違います。果たしてどのシュモクザメに似ていたのか、なぜ歯型だけで他のメジロザメ類ではなくシュモクザメと断定できたのか、僕の調べ方が悪いだけかもしれませんが、シュモクザメが襲ったとする根拠に非常にいい加減なものを感じます。幼い命が失われたこと自体は悲しいですが、この天草女子中学生サメ襲撃事故については、シュモクザメ以外の大型海洋生物、またはボートのスクリューなど生物以外の要因を疑った方が賢明だと僕は思います。サメに食べられた人間の一部、遺体に残されたタトゥー、そこから見えてくる事件と謎、とあるサメをきっかけに始まったサスペンス映画さながらの未解決事件が存在します。ただ最初に注意事項を伝えておくと、この事件について信頼できるソースからの情報が少ないこともあり、真偽不明のネット記事などもいくつか参考にはしています。英語で書かれた文献も参照してできるだけ正確な解説を心がけていますが、実際の出来事と多少異なる部分がある可能性もあるので、あらかじめご了承ください。それではシャークアームケースと呼ばれる奇妙な事件の詳細を見ていきましょう。1935年4月、オーストラリアのシドニーにあるクージー水族館に近くの海岸で捕獲された 3.5 メートルのイタチザメが搬入されました。水族館はこのイタチザメを目玉展示にすべく水槽で飼育を始めたんですが、1週間もしないうちにサメは体調を崩し、壁にぶつかったり水槽の底に沈んだりと妙な動きをするようになりました。そんな状態で迎えた4月17日、水槽を泳いでいたイタチザメがまた妙な動きをした後、咳をするかのように胃の内容物を吐き出しました。吐き出されたものの中には小動物の死骸やゲロと呼ぶしかないような消化物もあったんですが、その中にはっきりと人間の腕とわかる物体も混じっていました。これについて補足をすると、イタチザメは長期飼育が難しいサメとされており、水槽内で妙な動き方をするというのはそこまで珍しくはありません。また彼らは海のゴミ箱と称されるほど様々なものを普段から食べているので、人間を食べたから体調を崩したというわけではないと思います。ちなみにこのイタチザメはこの後捜査のために殺処分及び解剖されてしまいました。イタチザメはホオジロザメやオオメジロザメと並ぶ危険なサメとして有名であり、当時のオーストラリアではシャークアタックが複数発生していたので、当初はこの腕もそうした事故の犠牲者のものと思われていました。しかし詳しい検視の結果、この腕はサメによって噛みちぎられたのではなく、ナイフのような刃物によって切り取られていたことが判明します。このことから、これはサメによって人が襲われた不幸な事故ではなく、何者かがこの男性を殺害して遺体の一部を海に捨てたという殺人事件の可能性が浮上してきました。殺人事件といっても腕しか見つかっていないので、まずはこの男性が誰なのかを調べないといけません。そこで手がかりになったのは遺体に残されたタトゥーです。イタチザメが吐き出した腕には二人のボクサーが向かい合って戦っているような独特のタトゥーが彫られていました。警察がこの写真を公開して情報提供を呼びかけたところ、エドウィン・スミスという男性が、あの腕は自分の兄のものかもしれないと連絡してきました。エドウィンによれば、彼の兄ジェームズは写真と同じようなタトゥーを入れており、数週間前から行方不明になっているとのことでした。この証言だけでも十分な証拠になりそうですが、発見された腕には指紋が残っており、その指紋からこの腕の持ち主はジェームズ・スミスであることが確認されました。サメから吐き出された腕の持ち主ジェームズ・スミスについて捜査をしていた警察は、パトリック・ブレイディとレジナルド・ホームズという二人の容疑者にたどり着きます。被害者のジェームズはプロボクサーを志した後に落ちぶれて詐欺、偽装、密輸などの犯罪に手を染めるようになっていたんですが、簡単に説明をすると、レジナルドはそのボス、パトリックは同業者という関係でした。そして表向き造船業を営んでいたレジナルドは、保険金をかけたヨットをわざと沈めるという保険金詐欺を企てたんですが、この時にジェームズが捜査当局に情報提供したことで、この計画が失敗してしまいます。つまりレジナルドにはジェームズ殺害の十分な動機がありました。一方のパトリック・ブレイディですが、彼ももともとジェームズと共にレジナルドと関わりを持っており、ジェームズと最後にいたのを目撃された人物でした。警察はジェームズが最後に目撃された時のパトリックの足取りや、当日にパトリックを乗せたタクシー運転手の証言などから、パトリックがレジナルドの命令または依頼でジェームズを殺害し、残りの遺体を何らかの方法で処分、
切断した腕をレジナルドの元に運んだ後で海に捨てたという仮説を立てました。状況的にパトリックとレジナルドはかなり疑わしい立場でしたが、確たる物的証拠がないこともあってすぐには逮捕できない状況でした。そんな中、黒幕と目されていたレジナルドが逃走し、自殺未遂をするという事態が発生します。レジナルドは自分が所有していたボートに乗って逃げ回った後、警察に追い詰められた末に拳銃で自分の頭を撃ち抜くんですが、奇跡的に一命を取り留めました。病院に搬送された後に事情聴取されたレジナルドは、ジェームズを殺したのはパトリックで、自分は殺人自体には関与していないと主張します。彼の証言は以下のようなものです。パトリックが突然自分の家に現れた。パトリックは切断されたジェームズの腕を見せて、金を払わないとこいつと同じ目に遭うぞと脅迫してきた。パニックになった自分はジェームズの腕を奪い取って海に捨ててしまった。パニックって腕を奪い取って海に捨てるって、どんな状況なのかっていう突っ込みどころはあるんですが、時系列的に考えるとサメの捕獲の時期などと矛盾がないことから、捜査当局はレジナルドを証人としてパトリックの起訴に踏み切りました。こうして迎えたジェームズ・スミス殺人事件の裁判ですが、事態は思わぬ方向に進みます。なんと重要な証人であるレジナルドが車の中で射殺された姿で発見されてしまいます。これがサスペンス映画なら絶対パトリックが証言させないためにやっただろうとなるんですが、実はこの犯人はレジナルド自身が雇った殺し屋でした。レジナルドは自身に多額の保険金をかけて妻をその受け取り人にしていました。しかし自殺では保険金が下りないということで、殺し屋に自分を殺させるという手段に出たんです。これについてはなんでこのタイミングとか、それバレたら多分保険金下りないよねとか、いろいろ突っ込みどころあるんですが、とにかくこのレジナルド死亡によって警察は事件の重要な証人を失ってしまいました。レジナルドが死亡したことにより、パトリックをジェームズ・スミス殺害の罪に問うことが一層難しくなりました。もともと物的証拠がなかったというのもありますが、弁護側はそもそも腕しか見つかっていない状況ではジェームズが生存している可能性も排除できない、パトリックを殺人の罪で裁くのには無理があるとして無罪を主張しました。原告はこの主張を覆すことができず、パトリック・ブレイディは無罪になり、真犯人は誰なのか、ジェームズは生きているのか、何もわからないまま事件は幕引きを迎えます。この事件については今も考察がされていて、ジェームズの情報提供で逮捕された別の犯罪者の仕業ではないかという説もありますが、結局真相は今もわからないままとなっています。ロシア人男性、エジプトにてサメに襲われ死亡。今年2023年6月8日、エジプト紅海に面したリゾート地で23歳のロシア人男性ウラジミール・ポポフさんがサメに襲われるという事故が発生しました。ウラジミールさんはビーチで海水浴をしている時にイタチザメに襲われ、彼の父親を含む他の海水浴客の目の前で死亡、その後襲ったサメは捕獲されたとのことです。今年に入ってからすでに何件かサメの死亡事故は起きていましたが、このエジプトのシャークアタックは以下3つの点で特筆すべきだと感じました。まず被害者が噛まれるだけでなく食べられていること、次にエジプトでシャークアタックが連続していること、そして最後が襲ったサメが事故の後に特定され捕獲されていること。今回はこれら3つを軸に、この事故の経緯や原因、今後の対策などについて僕なりに解説をしていきます。まずは事故の詳細をお伝えしていきます。今回被害に遭ったのは23歳のロシア人男性ウラジミール・ポポフさんです。一部のメディアが最初彼は観光客だったと報じていたんですが、数ヶ月前からエジプトに住んでいたことが分かっています。そして今回の現場になったのがフルガダという場所です。このフルガダは紅海に面したエジプト東部のリゾート地で、シュノーケリングやスキューバダイビングをするスポットとしても人気な国内でも有数の観光地でした。そんなフルガダのドリームビーチという場所で恋人と共に泳いでいたウラジミールさんは、岸からそう離れていない場所でイタチザメに襲われてしまいます。この時に一緒にいた恋人は逃げることができたんですが、ウラジミールさんはサメの必要な攻撃を受けて水の中に引きずり込まれます。この現場を撮影した映像がネット上に公開されているんですけども、かなりショッキングです。映像はもう出さないんですが、言葉だけで一応状況を整理します。まず最初の攻撃は水中で行われたようで、サメの姿は映っておらず、叫びながらもがくウラジミールさんと水面が赤く染まる様子だけ映っています。その後サメによって体を回転させられたのか、ウラジミールさんの足だけが水面から出るような場面もありました。
そしてウラジミールさんの顔が水面から出てきますが、この時にはもう抵抗する力が残っていないのか、非常にゆっくりと動くだけでした。その後すぐにサメのヒレが映り、ウラジミールさんに向かって攻撃を加え、彼を水の中に引きずり込みました。まあ、この動画に対してなんで誰も助けに行ってないんだとかコメントしてる人がいたんですけど、じゃああんた行けたんですかっていう感じがしますね。あとサメに襲われた時の対策として、サメにとってデリケートな目やエラを狙って攻撃しましょうとか言われるんですけど、これ見ちゃうと非現実的に思いますね。あんな一方的に襲われてなんかスケキヨみたいな状態にされちゃったら、もう目やエラがどこにあるのか把握する余裕すらなかったと思います。なお、この現場にはウラジミルさんの父親もいて、一部始終を目撃していたんですが、取材に対して一瞬の出来事だった、何がしてやれただろう、20秒ほどで切り刻まれてしまったと答えています。で、あの動画の最後にちらっとボートが映っていたんですが、このボートが助けに行った時にはすでにウラジミールさんはバラバラになっており、サメは漁船に驚いたのかその場から逃げ出してしまいます。そしてそのすぐ後に漁師さんによって現場近くを泳いでいたイタチザメが捕獲されました。捕獲されてすぐ後の報道では、このイタチザメがウラジミールさんを襲ったのかどうか曖昧だったんですが、後にこのサメの胃の中からウラジミールさんの頭部、胸部、腕が発見されたことで、このサメがウラジミールさんを襲った個体だということが確認されました。なお、食べられていない下半身は襲われた現場で回収されており、遺体を引き取ったウラジミールさんの父親は遺体を火葬して肺をロシアに持ち帰るとのことです。事故の詳細が分かったところで、今回ウラジミルさんを襲ったイタチザメとはどんなサメなのかを紹介していきます。イタチザメはメジロザメ目イタチザメ科イタチザメ属に分類されるサメで、世界中の熱帯から温帯海域に分布しています。日本でも琉球諸島や伊豆諸島を中心に幅広い場所で記録があります。メジロザメの仲間は見分けが難しいことも多いのですが、イタチザメは丸みを帯びたかなり短い吻、比較的大きな真っ黒な目、背中側に入る独特な縞模様などの特徴で割と簡単に見分けることができます。その大きさは 2.2 から 3.5 メートルほどで、大きいものでは5メートル近くになることもある大型のサメです。そんなイタチザメはサメの中でもかなり幅広いものを食べることで知られています。例えば甲骨魚、甲殻類、カブトガニ、海鳥、海蛇など様々なものがイタチザメの胃の中から発見されており、他にもサメやエイ、ウミガメ、アシカ、イルカ、ジュゴンなどの大型動物が見つかることもあります。イタチザメの歯を見てみると、逆歯とかトサカを思わせる横に幅広い形状をしていて、縁の部分がノコギリのようにギザギザしています。この形状は硬い甲羅や骨を噛み砕いた上で肉を切り裂くのに適していて、彼らは実際ウミガメを噛み砕いて大きな塊をほとんど丸飲みにすることもあります。積極的に人間ばかり襲うわけではありませんが、大型動物を襲う食性からか時に人間を攻撃することもあり、イタチザメはホウジロザメに次いで最も多くの人を襲っている危険なサメとされています。ここから僕が冒頭でお伝えした今回の事故で気になる点をいくつか挙げていきます。まず一つ目が、被害者が噛まれるだけでなく食べられてしまっている点です。サメ映画の影響もあり、サメは人を食うもの、いわゆる人食いザメというイメージが世間に根付いてしまっていますが、サメによる死亡事故の多くは噛まれたことによるものです。大型のサメであれば腕や足を噛みちぎってしまうということはありますが、映画のようにその場で跡形もなく食べられてしまうということはありません。大抵のサメは人を噛んでも離してしまいますし、死亡事故になってしまうケースも救助された後に失血で亡くなってしまったり、搬送先の病院で死亡するという事例が多いです。この理由としては、本来の獲物と見間違えて襲っただけだからすぐ離した、もしくは自分への脅威だと思って攻撃しただけで食べるつもりはなかった、またはどんなものか確かめるためにとりあえず噛んだだけだった、あるいは一度噛みついて弱ったところを食べる作戦だったなど、様々な説があります。おそらくどれか一つが絶対的に正しいというわけではなく、そのサメやケースごとに違ってくると思います。しかし今回のイタチザメは短い時間で執拗にウラジミールさんに襲いかかり、体をバラバラに噛みちぎって飲み込んでいます。つまり見間違いや防衛本能ではなく、明らかに獲物として狙いを定め食べる目的で襲っていたと考えられます。気になっている点の2つ目が、紅海でサメの事故が連続している点です。エジプトでサメに襲われるイメージはあまりないかもしれませんが、実は紅海では定期的にシャークアタックが発生しています。最近のもので言えば、2022年7月、今回の事故と同じ古型の海水浴場で現地に住むオーストラリア人の女性とルーマニアからの観光客がサメに襲われてそれぞれ死亡する事故が起きています。他にも2020年にシャルムエルシェイクにてウクライナ人の少年とツアーガイドがシュノーケル中にサメに襲われ、少年は腕を、ガイドは足を失っています。
さらに2018年にチェコからの観光客がマルサアラムでサメに襲われ死亡。過去50年間で約16件のシャークアタックが記録されています。アメリカやオーストラリアに比べると数は少なく、そもそもサメによる事故自体が他の事故に比べると非常に稀なので、まあ、これを多いと呼んでいいか疑問なんですが、日本より件数が多いのは確かです。ではなぜ紅海でサメの事故が起きてしまうのか。要因の一つとして紅海の地形が関係しているという説があります。フロリダ自然史博物館でサメの研究をしているギャビン・ネイラー氏はデイリーメールの取材に対し、紅海や赤羽湾は水深が深く急斜面になっているのでサメを引きつけやすいという見解を述べています。紅海はアフリカ大陸とアラビア半島の間にある細長い場所なので、そこまで深くないように思えますが、実は平均水深は500から600メートルになり、最深部は水深2211メートルとされています。実際に紅海でダイビングした方々の体験談を読むと、ビーチエントリーや陸からそこまで離れていない場所のダイビングで、かなり深いドロップオフを楽しめるそうです。こうした地形のため、本来沖合や外洋で見られるような大型のサメ類、例えばヨゴネなどが他の場所よりも岸近くに現れやすいようです。実際2020年にウクライナの少年とツアーガイドが襲われた事故はヨゴネによるものだとされています。また確たる証拠はないようですが、一部の事故は同じく外洋性とされるアオザメによるものという情報があります。今回のイタチザメがどういう理由でビーチに現れたのかまだわかりませんが、深い場所で獲物を追っている途中で人間の多い浅い場所に迷い込んでしまったという可能性はあると思います。今回の事故で注目すべき3つ目のポイントは、襲ったサメが事故の後に特定され、さらに捕獲されているということです。サメ映画では人間が襲われた後、それっぽい巨大なサメを吹き飛ばして一見落着になることが多いですが、現実はそんな簡単ではありません。都合よく犯人のサメが現れてくれる保証はありませんし、仮にサメに遭遇して退治できたとしても、本当にそのサメが人を襲ったのか証明することは困難です。犠牲者に残った傷跡の大きさ、歯と歯の間隔、残っている歯のかけらなどの情報から襲ったサメの種や大きさを推定することは可能ですが、実際に襲ったサメを駆除し、そのサメが間違いなく犯人であると科学的に証明された事例はむしろほとんどないと思います。しかし今回の事故では、事故後すぐにサメが捕獲され、胃の中から犠牲者の一部が発見されたことで、このイタチザメが襲ったサメだと断定されました。被害者のウラジミールさんが亡くなったことは残念ですが、このイタチザメはシャークアタックの対策を研究する上で非常に重要なサンプルだと思います。これに関連して取り上げたいのが、このサメ駆除に反対する人々についてです。ウラジミールさんを襲ったイタチザメが駆除する映像が SNS 上に投稿されたんですが、その動画にはサメが網にくるまった状態で身動きが取れなくなっている様子や、陸に上げられてもがいているサメを棍棒で叩く男性の姿が映っていました。これにより映像に映っている行為が残虐だと批判するコメントが相次ぎ、逆にこの炎上を取り上げたニュースサイトに、人間を殺したんだから仕方ないという趣旨のコメントが並ぶ事態になっています。これについて僕の意見を述べると、感情的な復讐でサメを痛めつけるのは反対ですが、今後の対策に生かすためという目的であれば駆除は仕方ないと思います。これは先日アップしたホワイトデスという小説のレビュー動画でも触れたことですが、サメは悪意を持って人を襲ってるわけではありません。普段食べている動物たちの延長線上に人間がいるというだけで、魚やウミガメを食べるのはいいけど人間を食べるのは悪というのは極めて人間都合な考えです。なので、サメは人間を襲うから殺すべきのような、人間が何か絶対的に崇高な存在で、それに危害を加える動物は滅ぶべしみたいな考えは、生態系保全も進化の歴史も無視した愚昧な考えであり、僕は絶対に賛同できません。まあ、大切な人を殺されたから恨むのは当然っていうコメントもニュース記事にありましたが、個人的に恨むのと駆除するのは別の話ですし、別にサメを捕まえてるのはウラジミールさんの父親でも恋人でもないですからね。しかし今後の被害を出さないための調査として捕獲するなら、その意義はあると思います。サメの種類は何だったのか、大きさはどれぐらいだったのか、性別はオスかメスか、メスなら妊娠していたのか、怪我や傷病のある個体だったのか、捕獲場所はどこだったのか、人間を襲ったサメを捕獲してこうした情報を調べることにより、サメ被害を防止する効果的な策を考える手がかりになるかもしれません。例えば特定の時期だけ大型のサメが沿岸に来ることが明らかになれば、その時期だけ遊泳を禁止にしたり、ネットを設置するなどの対策ができます。また海洋汚染や乱獲など人為的な要因が関係しているのであれば、サメとは別の問題に取り組む必要性も出てきます。今回のイタチサメも研究機関によって分析され、ウラジミールさんの事故の原因だけでなく、過去に起こったシャークアタックとの関連性も調べられるそうです。
まあ1年以上あるいはそれよりも前に起こったシャークアタックの犯人がこのサメかどうか特定する方法があるのかわかりませんが、もしそこまで調べられるとしたら非常に興味深いです。こうした取り組みは人間を守るという意味ではもちろん、駆除やネット以外の効果的な選択肢を提示できればサメの個体数を守ることにもつながります。まとめると、人間を襲うサメは悪だから殺すという復讐や勝手な正義感での駆除は反対ですが、これ以上被害者を出さないためやサメと共存するためという前向きかつ科学的な理由であれば駆除も妥当だと思います。マリンレジャーが人気な観光地であるバハマ諸島にて今サメの事故が相次いで発生しています。一体バハマでどのような事故が起きているのか、どんなサメが襲ったと思われるのか、そして事故が起きている原因は何なのか、今回はバハマで起きているシャークアタックやその考えられる原因について解説をしていきます。今年に入ってからバハマで痛ましいシャークアタックが3件ほど報じられています。海外旅行やダイビングが好きではないと、そもそもバハマってどこってなると思うので、一応お伝えをしておくと、カリブ海に浮かぶ島国でアメリカフロリダ州やキューバと近いところに位置しています。カリブ海の島と聞くと青い海と白い砂浜が広がるリゾートをイメージすると思いますが、まさにそのイメージに合った観光業が盛んな国です。そんなダイバーにも人気な場所であるバハマにて最近起こった事故を紹介していきます。2023年6月7日、73歳の女性ダイバーがグランドバハマ島の沖でサメに襲われて大怪我を負うという事故が発生しました。この方はスキューバダイビングをした後、一度船に戻ってウェットスーツを脱いだ状態で泳ぎ、船に戻るためのはしごを登っている最中にサメに噛まれました。噛まれた女性の証言によれば、サメは下から襲ってきた。近づいていることすら気がつかなかった。トラックがぶつかってきたような衝撃だった。自分を噛んで振り回す頭しか見えなかった、とのことです。襲われた女性はサメを叩くなどして必死に抵抗し、サメが離れたところで船に上がり一命を取り留めました。しかし船にいた友人が止血の応急処置をしていなければ、おそらく出血多量で亡くなっていたであろう大怪我を負い、感染症の恐れがあるという担当医の判断から噛まれた足は切断することになりました。事故が起きた当時、現場近くではグラスボートという底が水槽のようになっていて海中観察ができる観察船がサメに餌付けをしていたため、サメが餌と勘違いして女性を噛んだ説が濃厚です。なお、この被害者の女性は取材に対し、11年間潜ってきたけど、サメの脅威を感じたことは今までなかった。私はサメを攻めるつもりはありません。ボートに餌があるのを彼らは分かっていたのだから、私の足が餌に見えたのでしょう、と語っています。2023年11月21日、ドイツから旅行に来ていた47歳の女性ダイバーがサメに襲われて行方不明になりました。事故が起きたのはグランドバハマ島にあるタイガービーチという場所です。被害者はこのタイガービーチでダイブツアーに参加していました。このタイガービーチはタイガーシャーク、つまりイタチザメをはじめとする大型サメ類とダイビングができる人気スポットで、ガイドの注意事項などをしっかり守っていれば基本的には安全にダイブすることができます。しかし被害者の女性は水面に上がってすぐ水中に消えていき、そのまま姿が見えなくなってしまいました。事故の後に懸命な捜索が行われましたが、現地警察の発表によれば彼女のダイビング機材しか見つからなかったとのことです。サメに襲われて亡くなる場合って大体噛まれて失血してしまったなどが多いんですけども、行方不明っていうのが結構恐ろしいですね。だいぶ前に解説をした日本の瀬戸内海で平木漁師が襲われてしまった事故に近いものを感じます。2023年12月4日、バハマの首都ナッソーがあるニュープロビンス島のビーチでパドルボードをしていた44歳のアメリカ人女性がサメに噛まれて亡くなりました。女性はボストンから来ていた観光客で、親類の男性と一緒に岸から 1.2 キロメートルほど離れたところでパドルボートをしている最中にサメに襲われました。異変に気づいたライフガードが現場に駆けつけ、噛まれた女性と男性をボートに引き上げたのですが、女性は体の右側、足の上部とお尻の部分を激しく損傷しており、心肺蘇生の甲斐も虚しく、その場で死亡が確認されました。こちらの事故について、もちろん噛み跡などの写真は手に入らなかったですし、ひどい傷だったということしかどの記事も書いていなかったんですが、現場で止血だけではなくて心肺蘇生が必要な状態で、しかもすぐ亡くなってしまったということを考えると、おそらく噛まれた部分の肉がほとんど食いちぎられていたのではないかと推測しています。以上、はっきり分かっているだけでも今年に入って3件人命に関わるサメの事故がバハマで起きています。3件という数字を多いと感じるかどうかは人により分かれそうですが、世界のサメによる死亡事故自体が年間10件を超えるかどうかっていうことを考えると、僕は多いと感じてしまいます。
なお8月にもサンダースビーチという場所でサメの髪跡がついた男性の遺体が発見されていますが、こちらはサメによって襲われたのか、他の原因で衰弱または死亡したところをサメが噛んだのか不明です。ではこれらの事故は一体どんなサメによって引き起こされたのでしょうか。これら3つの事故について現状どのメディア研究者もサメの種について確定的な情報は出していません。しかしバハマには確かに危険な大型サメ類が生息しています。その一種目が先ほども少し名前が出たイタチザメです。メジロザメ目イタチザメかイタチザメ属に分類され、熱帯や亜熱帯を中心に分布する大型のサメです。全長はおよそ 2.2 メートルから 3.5 メートル、大きいものでは5メートルを超えることもあります。丸みを帯びた短い糞、筋肉質で太めの体、背中側に薄く入る縞模様、尾柄部に隆起があるなどの特徴を持ちます。イタチザメは魚はもちろん、サメやエイ、ウミガメや海鳥、捨てられた家畜や海洋ゴミなどあらゆるものを食べてしまうことで有名なサメです。トサカかハートを思わせる独特の形状の歯を使い、獲物の肉を引き裂き、硬い殻や骨も噛み砕きます。もう一種の危険ザメはオオメジロザメです。メジロザメ目メジロザメ科メジロザメ属に分類されるサメで、淡水環境にも適応できる数少ないサメとしても注目を集める種です。全長はおよそ2メートルから 2.5 メートル、大きいものでは3メートルほどになります。オオメジロザメもイタチザメ同様に糞が短く丸みを帯びていて、太くがっしりした体をしているんですが、目が小さくて背中側に縞模様がないなどの特徴があります。上顎歯は肉を切り裂くようなノコギリ状の三角形の歯が並び、下顎歯はやや細長い突き刺すような歯をしています。オオメジロザメはイタチザメに比べれば小柄なサメですが、時に高い攻撃性を発揮するサメとして有名です。オオメジロザメが含まれるメジロザメ科のサメの多くが、大体基本的に一口で食べられる獲物か、まあ、丸飲みは無理だけど食いちぎればまあ食べられるかなっていう程度の大きさの魚を食べることが多いと思うんですけど、オオメジロザメは自分の半分以上ある大きなサメなども容赦なく襲って食い殺すことがあります。世界中のサメの事故について記録研究をしているインターナショナルシャークアタックファイルによれば、オオメジロザメはイタチザメに次いで3番目に人を襲い死に至らしめているサメです。この他にバハマに生息していて、かつ人間に危害を加える可能性がある大型のサメ類を挙げるとしたら、ペレスメジロザメ、カマストガリザメ、ニシレモンザメなどが挙げられると思います。あとは状況によってはヒラシモクザメも候補に挙がるかもしれません。ただ食性や歯の形状、大きさ、過去に起きた事故の記録などをもとに考えると、ダイバーを水中に引きずり込んで行方不明にしたり、パドルボードに乗っていた女性を襲って致命傷を与えるとは考えづらいです。特に3件目については、パドルボートほど大きなものを攻撃するってなると3メートルを超えるような攻撃性の高いサメとするのが妥当です。したがってあくまで推測ではありますが、これらの事故はイタチザメやオオメジロザメの大型個体によるものだと僕は思っています。ちなみに人を襲うサメとしてジョーズにも登場するホオジロザメを思い浮かべる方も多いと思いますが、ホオジロザメとバハマで出会う確率はおそらくかなり低いです。NPO 法人オーサーチが行っているタグ付け調査によれば、ホオジロザメは確かにバハマ近海を訪れてはいるものの、ダイバーなどが遭遇することは非常に稀なようです。おそらく回遊の途中で立ち寄っているだけで居座ることはなく、人間が泳がないような深みに潜ってイカ類などの餌を食べているんじゃないかと思います。ではなぜバハマ近海でシャークアタックが連続してしまうのでしょうか。こちらも特定の原因が絶対に悪いと言い切るのが難しいですが、考えられる要因を2つほど紹介します。1、観光客が多い。これは単純な話ですが、そもそも海に入る人口が多いので危険なサメと出くわす確率も自然と上がってしまうということです。冒頭でお話しした通り、バハマは観光業が盛んな国と言いますか、観光が国を支える主要産業で、毎年数多くの方が訪れます。今年9月に PR ニュースワイヤーなど複数のメディアで報じられた情報によれば、バハマを訪れた観光客の数は1月から7月だけで589万人を超え、コロナ禍が本格化する前の2019年における720万人を今年超える勢いです。もちろん全員が海に入るわけではありませんが、やはりマリンスポーツやダイビングが人気なのは間違いありません。仮に遭遇してもサメが人間を獲物と見間違えたり、あえて獲物として襲いかかる確率っていうのは低いんですが、海に入る人がたくさんいればどうしても不幸な偶然が重なって起こる事故っていうのも増えてしまいます。これは交通事故の件数が人口や車が多い地域で多いのと同じ理屈ですね。2. 観光業による餌付け。これはあくまで仮説の段階ですが、現地で行われている餌付けが事故のリスクを高めている恐れがあります。
3件の事故の説明の中でも少し出てきましたが、バハマではサメを観察する観光業が盛んです。2件目の事故が起こったタイガービーチは特に人気のダイビングスポットで、毎年数多くのダイバーが訪れています。またバハマ自体が2011年からサメの保護区を設立しており、現地ではサメが漁業資源よりも観光資源として重要視されているんです。漁業活動によって数を減らしやすく、そして数が減ってしまうと回復に時間がかかるサメ類を守るために保護区を設立したり観光資源としていくこと自体は問題ないんですけれども、そうしたサメを対象にした観光業の中で餌付けが行われることがよくあります。タイガービーチではガイドがほとんど手渡しで餌付けをすることによって、イタチザメ、ニシレモンザメ、ヒラシュモクザメなどの大型サメ類をかなり至近距離で観察撮影することができます。こうした行為で懸念されるのは、餌付けによってサメが人間を餌と結びつけたり、人間を怖がらなくなる可能性です。サメたちからしても人間はよくわからない大型動物なんで、基本的には怖がったり警戒されたり、あるいは関心を持たれないこともよくあるんですが、餌付けで人間やボートを餌と条件付けたり、人間への警戒心が低下することで人間とサメ類との距離が近くなったり、獲物とみなされてしまって事故が起きやすくなるという心配があります。もちろんタイガービーチのダイビングツアーで事故が起きるのは極めて稀ですし、本当に餌やりが原因でサメが人を襲うようになるのか、確たる証拠はありません。ざっくりと調べた範囲ですが、餌付けによるサメの影響については、行動パターンが変わったと示す研究や、逆にそこまで影響がなかったという研究があります。まあ個人的には何らかの影響はもちろんあるだろうとは思うんですけれども、それがシャークアタックにつながっているのかどうかっていうのは、まだ研究が不足してるんじゃないかなって思います。しかし少数とはいえ、取り返しのつかない事故が実際に起きている以上、例えば大型サメ類と潜るダイビングではケージに入る、あるいはそもそも餌付けを制限するなど、何かしら対策を検討した方がいい気がします。大きな動物の肉を噛みちぎるダルマザメは人間を襲うこともあるのでしょうか。先に紹介した通り、ダルマザメは深海に生息するサメで、浮上するとしても基本的に夜なので、人間がダルマザメと遭遇すること自体が非常に稀です。しかしかなり少ない件数ではありますが、ダルマザメによるシャークアタックの記録があります。2009年3月16日、アメリカハワイ州にて、ハワイ島のウポル岬からマウイ島のカウポに向かって遠泳をしていた61歳の男性がダルマザメに噛まれる事故が起きました。時刻は日没後の夜、男性は直線距離上の中間地点よりややハワイ島側を泳いでいるところで、胸のやや下の部分をダルマザメに噛まれました。男性の証言によれば、一箇所に集中したピンポイントの痛みで、最初はゴマモンガラに噛まれたと思ったそうです。男性は遠泳のサポートを行っていたすぐ近くのカヤックに助けを求めて水から上がろうとしましたが、そのわずか15秒ほどの間に今度は左ふくらはぎを噛まれてしまいます。傷跡は胸の方が直径5センチほど、ふくらはぎの方が直径10センチほどで、どちらも丸型に肉がえぐり取られていてかなり痛々しいんですが、幸いなことに男性の命に別状はなく、9ヶ月後には傷もほとんど治癒しました。これ以前にもダルマザメがすでに亡くなっている方の遺体の肉を噛みちぎった事例や、船が沈没して海に投げ出された人が何かに噛まれたっていう事例の中に、ダルマザメによるものとおぼしき記録もありますが、この2009年の事故は初めて学術的に記録された生きた人間に対するダルマザメのシャークアタックでした。この他にもハワイ州では2019年にオアフ島とモロカイ島の間を遠泳していた方がダルマザメに噛まれるという事故が3件報告されています。どの事故も基本的に最大水深が非常に深い沖の海を夜間に泳いでいるという非常に特殊な状況下で起きています。事故の報告をまとめた研究者によれば、遠泳の付き添いをしていたボートやカヤックの明かりにイカ類などの小さな生物が集まり、それを狙って浮上してきたダルマザメが人間を噛んでしまった可能性があるとのことです。まあ、とはいえ普通にマリンスポーツなどをしていて、ダルマザメに肉を失敬される確率はほとんどゼロに近いと思うので、ハワイの遠泳大会に参加して優勝を狙うという方以外は特に脅威に感じなくても良いと思います。以上がシャークアタックやそれに関連した事故事件の総集編でした。ここからはこの内容を踏まえた上で、シャークアタックへの対策やこうした事故をどう考えていくべきかを簡単にお伝えしていきます。まあ、対策について総じて言えるのは、危険なサメが目撃されたり実際に被害が発生した場所ではしばらく泳がない方がいいということです。人命に関わるような事故が起きた際は、その前に近くで大きなサメが目撃されていたり別の事故が起こっていることがよくあります。
松山の事故やバハマの事故がまさにそうです。ダルマサメの事故もほとんど同じ場所で3件連続したことがありました。襲っているのが同じサメなのか、それとも事故を連続させるような何か環境要因があるのか、はっきりとわからないことは多いですが、危険な大型サメ類が目撃された場所や実際に事故が発生した付近ではしばらくマリンスポーツなどは控えた方がいいと思います。この他の細かい対策などについては別の動画で解説をしているので、興味のある方は概要欄チェックをお願いします。そしてここまでお送りした動画に絡めてサメの事故についてお伝えしたいのは、シャークアタックの分析というのは一つの科学ということです。本当にサメが襲ったのか、どのサメが襲ったのかという情報は物的証拠や当時の状況などから複合的に考えて科学的に結論付ける必要があります。また叶うならその分析結果は論文として形に残すべきです。サメが人を食べた、噛んだと話題になる出来事の中には、実際にはサメが遺体を食べただけだったり、そもそもサメが襲ったのか曖昧なケースも多く、そうしたケースをマスコミやネット民が歪んで発信することがあります。サメのことを理解し、今後の事故を防ぐためにもセンセーショナルに騒ぎ立てるばかりではなく、冷静に情報を整理していくことも必要だと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならばか、バイバーイ。